こんにちは、ゆりしつもてやしチャンネルです。33回目の今日は、そうですね、まあお腹のことを話してますから、まあ足と同じようにお腹が硬くて痩せない人っていうのがいらっしゃいます。なんで硬いんだろうなって、どうやったら柔らかくなるのかなっていうのがあると思うんですが、まあそこについて話してみたいと思います。参考にしてください。どうぞ。こんにちは、ゆりしつもてやしチャンネル院長の林でございます。本日は33回目の講義でございます。今日のテーマはこちらです。お腹が硬い人、お腹が硬い人はなんで痩せにくいんでしょうか。実はですね、お腹が硬くて痩せにくい人というのは主に2つの理由がございます。1つはリンパ、もう1つは脂肪です。これについてちょっと勉強してみましょう。リンパに関しましてはちょっと細かい話で総論のリンパの話をしなきゃいけませんので、まあ後日ちょっと詳細をお話ししたいと思います。今日は触りだけでお話ししますけれども、リンパというのは実はね、お腹のところには腹部リンパ節というリンパ節がございます。それからあと両太ももの付け根のとこですね、そこのところには鼠径リンパ節というリンパ節があります。この腹部リンパ節から鼠径リンパ節にかけてのところが硬く、まあ、詰まっちゃってる状態ということでなると、お腹が腫れ上がってきます。ただリンパに関してはマッサージをすればいいんじゃないかっていう人もいらっしゃるんですが、実はリンパがそうやって詰まる原因はやっぱり腎臓がとか全体の体の流れがとかっていうことになるので、もうちょっとリンパの勉強を詳しくしなきゃいけませんが、なるほど、リンパが詰まってるっていうことなんだなってことぐらいは覚えておいてください。リンパマッサージをしてもその場しのぎで実際にちゃんと細くなるとは限りません。それからもう一つ脂肪のお話をさせてください。脂肪はですね、実はお腹周りですから、いわゆるその皮下脂肪っていうのと、それからあと内臓脂肪っていうのがあるんですね。皮下脂肪と内臓脂肪っていうのは実は同じようで全然違う。何が違うかっていうと、一番大きいのは実は腹膜という、まあ、膜の中に収まっていて腸とかと一緒になって存在しているのが内臓脂肪で、腹膜の上側に表面側にあるこのずっとこう背中からお腹からこうくっついて、これが一連の内あの皮下脂肪なんです。私はこの研究をするまでは皮下脂肪っていうのはみんな大体同じように分布してるんだと思ってたんです。ところが実際に超音波でずっといろんなお客様の体を、提携している病院の方で測らせていただいたら、いろんな面白いことが分かってきました。例えば脂肪はおへそ周りのところには結構皮下脂肪が溜まってるんですけども、ウエストの両サイドの方にはそれほどないんです。じゃあ私のこのお肉は何なのよっていう人がいるかもしれませんけど、実際の事実です。で、また内臓脂肪に関しましてはだいぶいろんな方が内臓脂肪あるんですけれども、これ大体食べ物なんです。ですのでよく言われるのが、内臓脂肪は普通預金、そして、皮下脂肪は定期預金、すぐ下ろせてすぐたまるってすぐ入れるっていう、これ出し入れが自由なのが内臓脂肪で、そうでないのが皮下脂肪っていうふうに言われるようになってきてるんですけども、皆さん実は食事療法で減るのは内臓脂肪の方です。で、皮下脂肪に関してはなかなか食事療法じゃ減りません。ですので、まあ体操をしたり運動をしたりっていうことによって負荷をかけることによってって言うんだけど、以前からずっとお話しさせていただいている通り、シリコンの油は燃えませんから、シリコンじゃない油だけが燃える。だからお腹周り減らそうと思って頑張ってるのに、気がついたらお胸が減っちゃったなんて人も結構いらっしゃるのがそのせいなんです。まあくどいようですけど、これも結局腎臓を良くしながら、そして自分の食べ物もケアしていいものを食べていただいて、そして最終的には自分の運動も必要なんだけども今ではないってことです。そしてこういった一連のものをやったからといってすぐ痩せるのかではなくて、まず太らない体質作り、すぐお腹が張るとかすぐ脂肪が溜まっちゃうとか、そうしない体にしていかなければ、今一生懸命痩せる努力してもあまり効果がないということです。
毎回毎回同じ話して嫌だなと思う人いるかもしれないけど、それだけ自分の体いろんなものに対してやっぱり結局そこなんだよってことを覚えていただければと思います。はい、今日はここまででございます。ありがとうございました。